<laughs> いつも上から目線で語ってるけど、お前もこいつだったかなんでお前自分だけ、俺は違うんだって、お前、お前だって変わんねえだろうがよ。なんかいるよな、そうやってさ、自分は特別なんだ。お前なんか平凡もぼんよ。てかなんなら、俺の視聴者っているだけで、社会からしたらお前なんか社会、平気以下だぞ。なんか俺は違うってやついっぱいいるよな。まあでも、おっきく見えるからな、インターネットしてると。 なんか俺の視聴者ってさ、本当にそういうところあるじゃん。俺は、加藤純一の視聴者なんだぞ、みたいなさ。知らねえよ。まずお前、お前は、お前のあれを語れよまず。お前のなんかあれ、経歴を語れよって思っちゃうんだよな。二大クズ視聴者っていうのがいて、うちの視聴者とモコの視聴者。なんか、あのー、 「俺にアンチコメ打つ時にモコはこうだぞ」って「いやモコは分かったからお前のこと言えよ」そんなお前そんなこと言うったら俺ダルビッシュ出すよ」「いやいやお前モコなんかしょぼくねうちのお前うちの兄貴のダルビッシュはよあれだぞ」つって「お前メジャーで投げてんの才能ねえなお前」俺出すからな俺も人の名前お前らが人の名前出すのは俺も出すよ俺小池百合子とダルビッシュ出すからねあユリッペはお前なんどうなのユリッペはあれだけど都知事だけど都知事やけどって。 出すよ二大 <laughs> クズいる。なんか最近でもさ、そういうさ、クズ視聴者を生産する生主とか YouTuber いなくないみんななんか、あのー、量産型とか、あれじゃないあんまいなくないうち、俺、いないよないや、昔はいっぱいいたんだよ。みどりさんとかもそうだったし。 ライト系。あ、まあ、これこれとかもそうなのか。いや、でも、別にあそこそんな、そんなんでもないな。やっぱ女の子多いと薄まるんだよね、多分ね。だからさ、バーチャル YouTube はいた、いたわ同じようなクズどもよかった俺たちいいかが、あれ俺たちいいかでしょあんなさ、俺は生きてるけどさ、生きてもいねえ絵をさ、ガチャ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 崇拝してさ、それでさ、隣の方にまで行ってさ、おねてめえ、この野郎ろとか言ってる。いたわ やっぱ男なんだろうなそういうことするやつって。いや、そうでしょ似てない俺、配信は全然見てないわ。普通になんか人間の人たち見てる。まあ、あの人たちも人間なんだろうけど。企業が力入れてるんだ。いやー、見る目ねえな。こんな下火になってから力、こうやって淘汰されていくんだろうな。 いやだって明らかに今もう下火じゃん今からさ取り上げてもさ無理だって無理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 だってもう鳥会樹とか寒いもんなんか今入れるの力って端っこの方でさ客室パンダしてもらうのが一番いいのにさメインに置いちゃったらさいやトップ層はめちゃくちゃ儲かってるよ だって、なんか投げ銭とかがえぐいらしいよ。スタビっててもライブの、んライブのランキング見るとあいつらばっかだぞ。他がだらしねえんじゃねえか、多分。いや、だから悔しくないんだろうね、多分ね。なんで俺はこんなエイチクショーに負けてる。俺もう、去年とかもう腹立たしくてしょうがなかったの、自分の才能のなさに。なんで俺はこんなエイチクショーでも、しかも女が、わけのわかんないうだつのわからんねえプロでもね、女が声合って,てる。エイチクショーに俺は負けてるんだって、俺ずーっと腹立たしか,かったの、本当に。 こんな奴らに負けるんだと俺引退しなきゃいけないって本気で思ってたから。多分そういうなんか人ってあんまりいないんじゃないまあ俺が頭おかしいんだろうけど。多分母親と父親の教育が間違ってんだろうな、俺の。<laughs> 社会に出たら競争だよ口を酸っぱく言われてたからよ。